せっかくなんで、このドリームのシリーズをね、まとめて、はい、コンセプトを一緒に紹介させていただきたいと思います、はい。最初に始まったのはこのシタリムドリームですね。出た時に紹介したんですけど、これクラウドファンディングで実現したモデルなんですね。はいはい、クラウドファンディングっていうのは、はい、まあ、こういうの作るから皆さん出資してくださいみたいな感じで、はい、誰でも出資を募れるし、誰でも出資者になれるっていうね、はい、はい、もう本当に今時っぽいシステムを使ったものなんですが、はいはい、異例の大成功を収めてね。そうですね、はい、業界の中でもチラチラとね、そういうクラウドファンディングのプロジェクトあるんですが、はい、まあ、大手のメーカーさんこういうことをやって大成功を収めた非常に珍しいケースです。そうですね、はい、もともとは一番理想的なチタンヨーヨーを作りたいと。そうですね、はい、まあ、ただチタンのヨーヨーって非常に高額になりがちなんです。どうしても、そうですね、まあ、素材が高いですし、はい、はい、まあ、高い理由っていうのもそもそも加工費が高いんですよ、はい、非常に頑丈なんですね、はい、まあ、頑丈な硬い金属ってそもそも加工するのは大変っていうすごいシンプルな理由だったりとかするんですけど、理想的なチタンのヨーヨーを作ることは本当にメーカーとしても一個大きな目標なんですが、はい、まあ、やはりね、まあ、素材が高価ということもあり、はい、実際にどんだけ売れるのか未知数ということもあり、はい、あ、そこでクラウドファンディングの登場ですよ、はい、はい、実際に、まあ、こんだけ集まったら作れるっていうラインをみんなで超えて、はい、で出資してくれた一定額出資してくれた人にはこの絵をプレゼントという形でご紹介されてたわけですね、はい、で生まれたのはこちらなんです、はいはい、倍以上集めたよね。そうですね、はい、はい、実際に何パー、本当に200何パーセントっていう、はいはい、募集額のそんだけの倍率が集まったんですけど、はい、はい、まあ、その結果チタイムドリが無事誕生しまして、はいはい、で当店にも入荷しているわけです、はいはい、でこれすでにページでも紹介しておりますけども、まあ、先ほどから言っております通り、チタンの一番理想的なスペックのヨーヨーと、はい、チタンを一番生かすにはこのスペックが一番ですっていう、はい、すごい自信を持って生まれたヨーヨーなんですね。そうですね、はい、はい、でそれと同じコンセプトで誕生しているのが、はい、こちら、前紹介しましたこちらデイドリーム、はい、はい、そしてアルミニウムドリーム、アルミニウムドリーム、はい、はい、こちらも入荷しております、はいはい、この3つの素材それぞれの理想的なスペックを叶えたって、はい、もう言ってる、はい、それがこのドリームシリーズなわけですね。まあ、まあ、ドリームっていうぐらいだからね。そうですね、もう名前がもうすごいパンチがありますから。そうですね、はい、はい、でやっぱチタン、このチタンの軽さとこの鋭さですよね、フィーリングの硬さといいますか、はい、ものすごいしっかりしてるんですよ、はい、実際握った感触というか、これ素材の比重でどうしてもそうなるんですけど、はい、例えばこのアルミニウムドリームの体積でチタニウムドリームを作ると、はい、重くなりすぎるわけですね。そうですね、めっちゃ重くなるわけですね、はい、なんでこうやって持った時に、あ、ところどころ薄い、細い、はい、軽いって感じるんです、はいはいはい、なんですけどその上で非常にやっぱ硬い素材ということでフィーリングも硬くなってますし、はいはい、スリープした時にものすごい安定して回るんですけど、はいはい、スリープの減りがものすごい少ないと言いますか、はいはい、粘りがある、粘りがすごい強いんですよ、はいはい、終わらない感じね。そうですね、はいはい、結構コンボしたぞっていう時に、はい、その時にキャッチする時って最初メタル触った時、はい、やっぱりスリープの登り方驚くと思うんですよ。まあ、そうですね、はいはい、プラの全力の分だけコンボした後にキャッチしたのと、はい、で同じ工数だけメタルのヨーヨーを使ってる時に同じだけトリックやってキャッチする時って、はい、やっぱりメタルの方がスリップ残ってるんですよ。そうですね、はい、海底の場合、はいはい、それがもう一段階上に行くというか、ああ、なるほど、プラから普通のモノメタルで、はい、チタンっていう、はい、ここで結構もう本当に同じぐらいの衝撃があるんです。ああ、なるほどね、はい、チタンのようにはやっぱそれぐらいの威力があります。なるほど、はいはい、ただですね、依然として大会シーンでは特にストリングトリックの世界では、はい、こちらバイメタル、他にバイメタルもあるんです、スペースカーボンとか、はいはいはい、もあるんですけど、その中でもモノメタルってまだまだ現役なんですよ。そうですね、はい、はい、まだまだ現役です。それこそチタンの選手もいる、はい、バイメタルの選手もいる、はい、アルミの選手もいると。そうですね、今年の世界チャンピオン、はい、1A も 5A もモノメタルだからね。そうなんですよ、はい、はい、っていうぐらいモノメタルまだまだ現役というか、むしろこれからそういった、まあ、高価な、はいはい、まあ、タイプの構造のものだけじゃなくて、はい、いろいろな選択肢が大会で混在していく世界になっているんだな、ね、はい、ちょうど出てきたんですけど、まあ、バイメタルっていうのはこういうふうに金属が2つ、そうですね、はい、くっついたもので、はい、でモノメタルっていうのはこの1個のアルミで作ってる、はい、金属で作ってるものを一般的には指すものですね、はい、はいはい、という形でね、このアルミニウムドリームっていうのはもうあえてこの時代に投資できたんだなっていうぐらいメッセージ性がある。そうですね、で実際に性能も高いっていうモデルですね。そうですね、はい、チタンは硬いっていうのに対してこっちはほんのり柔らかい感じなんですね。まあでも、はい、チタンと比べたらですけど、そうですね、はい、もちろんプラほど柔らかいことはありません、はい、ただチタンと比べるとちょっと力入れる時にクッションがあると言いますか、はいはいはい、ちょっと優しく受け止めてくれるっていう、そういう感じなんですね、はい、はい、でもちろんアルミ合金ですので、はい、アルミじゃありません、
アルミ合金ですので、はいはいはい、一定の硬さあるわけですね。そうですね、はい、やっぱりスイープしてる時の安定感は一定レベル以上絶対にあるんです。はい、はい、でこちらですね注目してほしいのが同じ形状というところですね。これ、はいはいはい、これデイドリームもそうなんですけど、まあ、デイドリームは直径ほど違えど、はい、これですね傾き始める点とかそういったところはほぼ同じなんです。はいはい、基本的なこの同じシェイプで理想を追求してるということで、はいはい、かなり、まあ、そういったしっかりと理由があるんでしょうね。はい、そうでしょうね、はいはい、先ほどから言っているそのスリープの粘りとか安定感とかそういったところを重視する上で、はい、かなりこの形状という部分でヨーファクトリーさん自信を持っているということの表れだと思います。はい、ということでですね、まあ、こちらプラスチックのようなねこのデイドリーム前も紹介していましたけど、はい、こちらはデルリンの良さっていうかプラスチックの要領でいかにパワーをつけるかっていうところを追求した結果直径が大きくなってます。はい、はい、まあ、この直径実際すごい大きくてこれオーバーサイズなんですよ。そうですね、はい、はい、フルエタルのものってだいたい最近フルサイズなんです。収まってるのは、はい、直径55ミリから57ミリぐらいと呼ばれるサイズなんですけども、はい、これはもう本当に規格外、はい、そういう意味で本当に規格外の大きさになってるわけですね。はい、プラスチックのモデルってあの外側の厚みをつけてでなおかつ直径を大きくするっていうこれが一番シンプルな回答なんです ね、まあ、そうですね、回転力をつけるっていう意味で、はい、ね、はい、でやっぱ素材自体があのやっぱり比重が軽いものなので、うん、やっぱりその2つがどうしても必要になってくるわけなんですけど、はい、ただ大きくなってくると取り回ししにくいっていう、まあ、そうですね、はい、そういったコントロールの方にちょっと難が出てきやすい、はい、そうですね、はいはい、ちょっと引っ張れる感触が強くなりすぎちゃうと、うん、プラスチックのモデルって結構気軽に使えるっていう点でも人気が出たりするので、うん、そういった点も欲しいっていう方、はい、結構デイドリームはその両方も叶えてるなっていうモデルです。なるほど、はい、大きい上でもこれ元々の素材がゴム、まあ、デルリン素材ですので、はい、かなり柔らかいフィリングなんですね。そうですね、はい、それがこれ体積が多くなってることによってむしろ強調されてるというか、なるほど、はいはい、大きくなってずんと重たい感じじゃなくて、はいはい、大きいからこそ逆に柔らかさが強調されてて扱ってて楽しいな、楽だなっていうゴムの素材感がより強く出てる、はい、そうですね、はい、はい、ですのでこれはドリームシリーズのコンセプトにのっとってそれぞれの素材の良さの非常にいいところっていうのをがっつり強調してるっていう、なるほど、はい、そういったモデルたちなんですね。はい、はい、なのでぜひこの3機種それぞれ本当贅沢になったら3機種1個ずつ揃えてほしい。そうですね、まあ、はい、でもあのそうなんですよ、はい、実はって言ったらあれなんですけど、はい、まあ、比較的、はい、まあ手に取りやすい価格帯なんですよね、はい、あの、はい、このデイドリームも、はい、まあ、3000円ぐらいなので、はい、でアルミニウムドリームも、はい、やっぱり5000円6000円前後、はい、比較的手に取りやすい価格なんですよ、はい、でチタニウムドリームって、はい、高く思うかもしれないんですけど、はい、チタンでこの値段って実はすっごい安いんですよね。そうですね、はい、で安くできるのってやっぱりいっぱい作ってるとか、はい、安く作るためにその性能を落とすわけじゃないのに安く作れるだけの資本力があるとか、はい、様々な要因がかかってくるんですよね、はい、なのでチタンでこの性能で、この価格で出せるのは多分ヨーヨーファクトリーだけなんじゃないかなっていうところまで来てるようなので、はい、この後おそらく将来、まあ、チタンのヨーヨーがいっぱい出てくると思います、はい、その時に気づくんです、はい、ファクトリーのチタン安いと、はい、そうですね、ファクトリーのチタンめっちゃ安くないみたいな、はい、それこそなんかアルミニウムドリームが1万5、6000円のメタルに比べてめっちゃ安いのに、はい、と匹敵するぐらい、はい、実は安いんです、はい、なので買ってはそんなにです、はい、そうですね、っていう感じなので、はい、ぜひね、はい、全部揃えれる方は、はい、揃えてみてほしいなと。そうですね、はい、はい、でそれぞれの素材のね、例えば噂とか聞くと思います。さっき、はい、チタンってすごいぜって例えば言われたとして、はい、チタンのすごさってどんなんなんだと、はい、確かにこうやって言葉で言われても、はい、へえそうなんだ以上の感動は多分正直得にくいと思います。確かにね、はい、はい、ただ実際にそれぞれの素材の良さですよね。そうですね、あ、こうバインド仕様のプラのデルリンって、はいはい、理想ってどんなの、一番上ってどれだろうって時とか、はい、にこれ、はい、でフルメタルのヨーヨーってもうパッと触って外れないのが欲しい、一番ベーシックはどれって言ったらこれ、はい、でチタン理想的なスペックってどれこれっていう感じで、すごい選択肢をキュッと狭めちゃう、はい、そんなぐらいの勢いのある、そうですね、性能あるようです。失敗したくない人は選んどきゃ間違いないシリーズみたいな感じはありますね。はい、そんな感じでメーカーもそして僕らとしても非常に体感版を教えやすい、おさせてもらってる、はい、ヨーヨーたちでございます。はい、ぜひねこの機会にそれぞれのね素材触ったことないものがあれば、それこそ触っていただきたいなと思います。